画面の周りの皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライト2.8分でやっていきましょう。早い早い。ナスハンや。ナスハンです。なんかライト当てたな。ナイス。よいしょ。あ、いるね。あ、やばいやばいやばい。バレてないバレてない。発電機が回ってね。回し屋じゃないのに。ついでに救うか。よっ。あそこの発電機回していいんだが、1で回る。危なっ危ない。これはハントレスの信用なのかな、その信用なのか。ナイス。引っかかるという。オッケーオッケー。ヒーラーを探していいんだけど、ヒーラーがいない。ヒーラーがいねえぞ。ちゃ。ん？バレてるバレてる。完全にゼロになってる。
ブゲ。危なっ、危ない危ない、死んじゃうよ。そこめっちゃ回ってる。そこに人がいるってことだから救ってもらおう。オッケー。ああ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 怖い。怖いよ。意外とあれだな、敵のオーラ化し強いな。敵のオーラ化し能力持ってる人のおかげでここまで逃げ切れてる感あるわ。あのピンク殺すと思われてた。これがピンクの隠密。ピンクはね、隠密ができるんですよ。隠密ピンクです。危なっ。ああ隠密隠密ピンク。隠密ピンク。ダメだ。いやしかししかし。なんかめっちゃなんかみんな近くにいたな。いやしかし隠密ピンク頑張ったでしょう。あーキャッチされる。でもつけきれるんじゃない。あれドワイト死んだ。いや人が見えるっていいな。よっしゃ。間には人の治療もしましょうや。よいしょ。おっ、エス来た。この人もあれか、走り屋か。おお、早っ。アレックスの工具ボケです。ミスコンティー、ミスコンティー逃げてるんだけど。
ユンジンどこ行った？え？あ。ピースコンティつくん。ナイス？血のゲート開いてないか。よいしょ。あー死んでしまう。あ、セーブル開いたで。どうぞ。え、マジで？そういうしよう？一人抜けたらアウトなパターン？お顔を。その死は知らなかった。あれまあ。あれまあですわ。まあいい面白かったんで。ああ、面白いっすね。28。まあただちょっとね、まあちょっと普通の1対4もちょいちょいまたやろうかなと思ってます。まだ多分動画にしてないんだけど、これちょっと。今年じゃないわ。今シーズンね、まあ、ちょっとキラー赤帯目指そうかなと思ってるんで、ちょっとね、久しぶりに頑張ろうかなと思ってるんで、だね、キラーの方も。ちょっとね、28じゃなくて14の方で、やろうかなと思ってます。はい。というわけで、タッチの仕様は知らんかった。というわけでご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。